平成28年6月26日、平成28年度の阿蘇郡市中大連ソフトボール競技が阿蘇市一宮町宮地の阿蘇市一宮総合グラウンドで行われ、阿蘇中学校と高森中学校の合同チームが優勝しました。大会では阿蘇市立一宮中学校と阿蘇市立阿蘇中学校と阿蘇郡高森町立高森中学校の合同チーム、阿蘇郡西原村立西原中学校の3チームがリーグ戦方式で優勝を競い合いました。決勝戦となった阿蘇中高森中の合同チーム対一宮中学校戦では、先攻の一宮中が先取点を取ったものの、阿蘇中高森中は危なげなく得点を重ね、13対2の4回コールドで一宮中を下しました。翌27日には阿蘇市黒川の阿蘇市農村公園アピカグラウンドで野球競技が行われ、阿蘇中学校が優勝しました。大会には7チームが出場し、トーナメント方式で熱戦が繰り広げられました。決勝、阿蘇市立阿蘇中対南阿蘇村立南阿蘇中学校戦では、両者一歩も譲らず雨足が強くなる中、最終回7回表で阿蘇中学校が1点を入れ優勝しました。